それでは続いてスバチョコルナタンコラボのね話をしますか。まあスバル放送内でね、なんかルーナがその人狼っぽいムーブを取ってたんよ。だからスバルもなんかまあふざけてとか遊びで、おい人狼いるやんけーみたいな、まあルーナにちょっとねなんか騙されるシーンがあるよ、簡単に言うと。でおいおい人狼いるやんけこん中でギャハーみたいな感じで結構ふざけてね言ったんですよ。で終わった後もみんなめっちゃ笑ってて、いやめっちゃおもろかったね今回のゲームみたいな、もうすごい面白かったとか言って、でまあ時間ないからさ、まあ解散したんだけど、そのまま夜遅かったし。ほんでなんかその後にルーナにさ、あそういえばなんかルーナにルーナが好きそうなキャンドル見つけたから、なんか今度なんかあげるねみたいな。スバルも今キャンドルハマってるからさ、それでなんかまあ人狼とか言ったけど、まあなんかルーナもああいうことたまにするからギャハハとか思って、で寝るじゃん。でしばらくしてなんか切り抜き上がってんの見るじゃん。でそのスバチョコルナタンのコラボの切り抜きを見たんよ、なんか隠してまとめみたいな。そしたらさ、おう雷やべえ、こんな橋あった？2個ある。あ2個あるけど1個落ちる。え？ああ！おい！助けて！助けて！ちょっと待って！ルーナは？ルーナ？ルーナ！雷やべえ。こんな橋あった？2個ある。2個あるけど1個落ちる。マジで人狼じゃんこれみたいな。えスバルふざけて人狼とか言ってたけど、えマジで人狼じゃんこれみたいな。でルーナにさ、お前マジで人狼じゃんって言ったらさ、なんかニヤとか返ってきたけど、あいつマジのインポスターじゃねえか。走んところ、えしかもさなんかみたいなさ、これカイジで聞いた拍手、コングラチュレーションのやつみたいな。完全にカイジのあの橋渡るところの、しかもシーズン1の方のやつ、とんでもねえと思ってとんでもねえよ、あんなにみんな面白かったありがとうとか言って、おつーとか言って切ってさ、ルーナキャンドル買ったからあげる、え嬉しいとか言った後に切り抜き見て衝撃だったわあいつが一番優越民じゃねえかね。上流の遊びだったな、貴族の遊びだった。姫が楽しければそれでいいんです、ふざけるんじゃない。あのボタンちゃんがさ襲われてる前で秒速でドア閉めるシーンがめっちゃ笑っちゃったわ。まあなのでね、次はね単性なのでね変わるのかなと、めちゃ怖いホラゲーとかするかと思ったスバルなのでした。